エドワールド・リモノフ、エドワールド・ベニア・ミノビッチ・リモノフ、A、エドワード・ビニヤマノビッチ・リマナブ、1943年2月22日体は、ロシア人政治家、政治亡命の経験から、フランス国籍を使用の思想家、政治家、作家、新聞記者、民族共産主義を標榜する、国家ボリシェビキ等の創設者、原始動者として、 野党連合、もう一つのロシアの幹部に名を連ねている。リモノフは政治的ペンネームであり、本名はエドワルド・ベニアミノベチ・サ・ベンコと記録されている。本人は事項ネオファシストやネオナチと定義していないが、しばしば政治研究者などからはネオファシズムの運動家と紹介される。その政治的思想は、民族共産主義とユーラシア主義、ユーラシアズムに基づいており、共産主義による。 ロシア人を中核としたユーラシア統一国家の樹立を主張する。ウラジーミル・プーチン率いる統一ロシアの台頭以降は他の野党との連帯を図っている。現在、自由主義政党全ロシア市民会議の党首で、もう一つのロシアの指導者であるガルリ・カスパロフの名誉一人と認識されている。リモノフが一般に知られる政治家になるまでの前歴は謎が多く、 多くの噂や俗説が飛び交っている。一説に、第二次世界大戦中の1943年2月22日に、ニジニノブゴロド州ジェルジンスクで生まれ、両親の都合からウクライナに転居したとされている。後に、首都モスクワで作家として活動し、1970年代初期には、生計が立てられる程度に成功していたと、主張されている。 創作の一方で現状のソ連の統治方針に疑問を抱き反体制活動家として行動、ソ連国籍剥奪と国外追放処分を受けたとされている。亡命後、最初はアメリカに住んでトローツキストや陸人の作家、政治家、亡命者と信仰を持ったがアメリカを離れてフランスに移り、フランス政府から国籍を与えられたとされる。 ゴルバチョフの国籍剥奪者に対する恩赦でソ連国籍を再度付与されたことからソ連崩壊前後にロシアへと帰国したと述べている。以上が主に知られているリモノフの前歴ではあるが、はっきりとした確証や証明は行われておらず、現在でも依然として謎の多い人物という評価に変わりはない。作家としてのリモノフは徹底したシニシズム。 冷笑主義に貫かれた作風を得意とし、また自身の亡命経験を生かした回顧録なども執筆している。ロシア帰国後は、モスクワの英字新聞の記者として寄稿しており、アメリカに長期亡命していた経緯から英語に熟達する機会があったものと考えられる。一方で、強いロシア語なまり、ロシアにイングリッシュであるとも指摘されている。リモノフの寄稿する記事は、 ほとんどが政治的内容だが、しばしば野心のある若者への助言など、人生相談的な記事も執筆している。1991年、ソ連崩壊後に、故郷へ戻ったリモノフは、新生ロシアの混迷に対して、アレクサンドル・ソルジェニーチンのように幻滅してかつては反対したソ連に対する評価を改めた。ロシア語で、主流団を意味するスラングを冠した、政治新聞、 疑問家を発行、自らが代表編集長として政治活動を展開した。同時に自らが主張するユーラシア主義と民族主義と共産主義の統合を原化すべく、複数のグループをまとめて国家ボリシェビキ等を創設した。同党は今日に至るまで正式な政党として活動を禁止されているが、デモや暴動など激しい外党活動により、 過激派として注目を浴びる存在となった。政治的名友としては、当初、極右の超国家主義者、ウラジー・ミルジリノフスキーを挙げていたが、後に離反して、政治的スタントマン、ユダヤ系ロシア人でありながら民族主義を唱える、異常者批判した。また、国家ボリシェビッキ等の共同創設者であるアレクサンドル・ドゥーギンとも後に決裂した。1996年、 国家ボリシェビキ島とその機関紙となっていた政治新聞、リモンカはロシア政府によって非合法的な反体制運動と指摘された。ロシア連邦裁判所は同党と同志は民主的な現ロシア政府を武力やテロ行為で転覆することを目的としていると批判し解散命令を出すかどうかの調査対象とすると発表した。2000年11月、リモノフは にに掲載ししたた。記事で、ラトビア共和国ののリガ氏にあるの選挙を予告した具体的には、手榴弾と銃器で武装した、党員数名を送り込んで、聖ペーター協会に立てこもり、ロシア系移民を迫害するラトビア政府に後悔を与えると宣言した。実際に事件を計画していた容疑で、国家ボリシェビキ党の党員の名名前が逮捕されたことで、リモノフは、単なる脅しではなく、 実際にテロリズムを計画する人物として注目を集めた。リモノフがこうした過激派路線を一定の修正を加えたのはウラジーミル・プーチン政権の台頭によるものであった。強権的かつ欧米との連帯を図るプーチン政権に危機感を覚えたリモノフは反プーチンのもとに結集した野党の大連合をもう一つのロシアに参加した。 これに合わせて反ユダヤ主義や排外主義との決別を宣言した。とはいえ依然として過激な街頭活動が特徴である点に変わりなく、リモン化でも強硬な言説が続けられていた。2001年4月、ロシア政府はリモノフが大規模な武器密輸と武装クーデターを計画しているとして、ロシア警察に身柄を拘束させた。裁判で、 リモンカにリモノフの署名で掲載された記事にカザフスタン政府への転覆計画なども含まれていたことも指摘され1年半の交流を経てサラトフ地方裁判所に送られた複数の国会議員はリモノフの逮捕に十分な証拠が伴っていないと指摘したが連邦裁判所は武器密輸などの容疑で禁錮4年を言い渡した刑務所内では 模範的に過ごして景気は2年に短縮され、出国後に直ちに政治活動を再開した。過激な活動の一方、プーチン政権への徹底した対抗路線や他政党との和解路線などで次第に評価を得つつあったりモノフであったが、2002年にイギリス BBC によってボスニア・ヘルツェゴビナフンにセルビア側の義勇兵として参加していたことが暴露され、大きな非難を受けた。 BBC は、リモノフと思われる人物が、ロシア人義勇兵を率いて、サラエボ氏に狙撃銃を発砲している映像を放送した。リモノフは、セルビア人支援は、当時のロシア人にとって有益な選択だったと、弁明し、当やリモノフの恩恵化を評価する人々は、個人的な外交行動としての行為と擁護に努めた。しかし一部の批判派は、旧セルビア政府の虐殺などに、 積極的な関与や賛意を見せていると批判した。2007年3月、ウラジーミル・プーチン大統領と、北西連邦管区大統領全県代表はレンチナ、マトビエンコに対する大規模な反政府でも、反逆者の行進は実行された。左派、右派などの政治的対立を乗り越えての、反プーチン運動であったことから、国家ボリシビキ党も参加している。 集会開始前に警察に再びリモノフは拘束されたが、党に参加を延命した。2007年4月14日、リモノフは反政府運動への協力容疑で逮捕され、出国後も2009年1月31日に複数の幹部党員と3度目の拘束を受けた。また2010年には野党連合に所属するある女性議員との不倫が報道されたが、 連邦保安局によってあらかじめ仕組まれた行為であった可能性が指摘されている。リモノフが反政府運動の主要指導者の一人としてロシア政府から強い脅威を抱かれていることが伺われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。